君主号とは君主の称号のこと。本来はその文明や国家、民族、伝統などに特有の損傷により呼ばれている。君主一般を指す一般名詞は王、または国王で、より上位の君主は将の王や大王である。ただし、中華文明では皇帝が周辺国の王よりも上位との認識が発生した。またヨーロッパでは、 ローマ帝国に由来する君主号も通常皇帝と訳されている。なお君主号を国内における表記、故障と対外的故障とで使い分ける場合、対外的に称する君主号を外交称号という。君主号は君主が統治する国家の正当な支配者であることを表し、臣民を従えるために用いた称号である。君主号の由来はその国や称号により様々である。 皇帝や天皇などは、その国の使用する言語や文字において、宗教的な意味を持つ美笑を持って君主号としたケースである。また、共和制ローマにおける、家族名カイサルが後に君主号として定着したケースのほか、ヒッタイとパルティアなどの国においてはそれぞれ初代王たるラバルナ、アルサケスが君主号として定着したように、 君主の個人名そのものが君主たるものの称号となることも多かった。一般的に君主号の多くは単に国王と訳され皇帝も国王の一種である。王は独立国家の君主を意味する国王と皇帝によって与えられたくらいの一つである諸王とに対別される。国王の継承は陛下諸国王の場合は殿下と称される。また国王より さらに上位の王は、朝の王や大王などと呼ばれる。一方、中華王朝においては、その軍事力と経済力を背景に、近隣諸国を従属国として捉え、朝皇国の君主に王の称号を授ける作法儀礼を行っていた。このため、中華王朝では、近隣諸国の国王を形式的進化として偶していた。例えば、ローマ皇帝は、大神王と呼ばれた。 皇帝号は国王称号の一種で、本来皇帝とは中華文明特有の称号である。しかし、日本を含む中華文化圏では、多文明で通常の国王よりも優位にある国王の称号も中華王朝の例に倣って皇帝と意訳されている。ただし欧州キリスト教世界とイスラム世界、そして中華文明圏においては、文明、民族、国家の体制が大きく異なり、 皇帝を含め君主号と、その成立過程も大きく異なる。官より飲受されたとされる、山和やつ国王院日本国憲法原本。天書体で天皇と記された、御名御事と大臣の副書がある。古代の日本では、大王が君主号であり、対外的には、五官、義及び南朝より、和国王として封じられていたが、やがて関係は途絶えた。 隋が中国を統一し対外関係を通じて国会意識が再構築される時期に具体的時期には諸説あるが日本の国号と前後して天皇の称号が導入された。これは皇帝と同格の称号を意味したがこれは国内向けであり隋、党への徴工詞は天皇の施設と名乗ることもあったが基本的には外交称号として日本国王の名城と名乗った。 この点は越南や当時の朝鮮半島とも類似している。やがて鎌倉時代になると政治の実権は天皇ではなく正位大将軍屋に頼朝が握り、日本は貴族ではなく武士が世の中を治めることとなった。そのまび中間の正式の外交貿易は行われなかったため外交称号を用いない時期が続いた。やがて時が移り南朝の新郎の一人。 金長親王は民に徴工して、日本国王に作法され、そのすぐ後の室町時代になると、民との間で、日民貿易を通じ、公式に貿易が行われることとなった。この時、室町幕府三大将軍、足利義満は、正衣大将軍の称号を用いたが、明はこの称号を認めなかったため義満は皇室を、抑えて、対外的に外交称号として、 日本国王の称号を用いた。これは、朝廷からは他国より王爵を得たという批判を受けたが、日民貿易はしばらく続いた。江戸時代には、徳川将軍家は、日本国源の秀忠だという肩書に用いていた。しかし、朝鮮との外交を担当していた宗氏は独断で、国書を偽造し国書の署名を日本国王とした。 これが柳川一軒として問題視されたため、日本国大君の称号を使用して外交交渉を行った。大きみの称号はやがてヨーロッパにまで伝わり、実力者や大物を意味する英単語大君となった。しかしこの大君の号は朝鮮では着手の王子を意味する称号であり、日本を代表する者の,の肩書きとして日朝間の間で使い続けることは不適切との批判があり、 新井白石により、編書に記される日本国大君を一時的に日本国王に変更したことがあったが、徳川吉宗の代には日本国大君に戻され、以後、明治になるまで日本国大君が使われ続けた。明治政府は独立国の君主号を一律に皇帝とした。天皇も当初は、対外的に日本国皇帝を少子国内的にも一部で皇帝号を使用したが、 最終的には、対外的にも、天皇に統一した。なお、琉球王国では、君主は、国内では、五種と称したが、外交称号としては、琉球国王と称した。中国では、陰、州の時代まで、君主の称号はもっぱら王であり、その下の諸行が、皇爵皇爵白爵子爵断爵の五尺を与えられていた。しかし、 戦国時代になると、有力諸行が皆王号を称したため、やがて新王の姓が中華を統一すると、王の上位に立つ称号として、皇帝を名乗るようになった。これが始皇帝である。なお、当代には皇宗が皇帝ではなく、皇なく天皇を名乗ったこともある。都市国家分立期、領域国家期、統一国家の形成期、確立期を通じて、シュメールでは一貫して、 王の称号が用いられている。初期王朝時代以来のシュメールの王号が直接指し示すのは都市国家の時代はその都市の王を国土の王、全土の王はシュメールとアッカドを四方世界の王は周囲を含んだ全世界の王を示しており、このような王号の変化は支配領域の拡大に対応している。これを中国、日本、 公実するヨーロッパなどと比較すると、王号が支配領域の広さだけで区別されるのみであることが際立っている。例えば中国の皇帝は、それ以前の王とは質の異なる、他とは隔絶した最高の権威、権力を表すために創出された概念であり、言葉であるのに対し、同様に都市国家から帝国へと推移展開したメソポタミアでは、 それに伴って、王権感や支配構造は変化したと考えられるのにもかかわらず、そのような質的側面に対する関心が低く、もっぱら領域の量的な広がりに関心が向いているのである。エドワード八世の署名。名前の後ろにある R と I はそれぞれレックスとインペラートルを表す。国王に相当する英語の称号としては、キングなどがある。また、 日本において皇帝とされる古代王州の称号は、もっぱら、ローマ皇帝と、その後継者を辞任する君主を意味する。当初のローマ皇帝即位の要件は、元老院、市民、軍による衰退であり、キリスト教国教家の後は、教会の擁護者という位置づけが加わる。ローマ帝国の東西分裂後、西ローマ帝国では5世紀のロムルス・アウグストルスを、最後に一旦、 ローマ皇帝が存在しなくなるが、800年にローマ教皇レオ3世がカール1世を退官させる。これが後に事実上のドイツの君主号となる神聖ローマ皇帝の始まりである。一方、東ローマ帝国は15世紀まで存続し、その君主号はやはりローマ皇帝であった。東ローマ帝国の滅亡後はルーシのモスクワ大公が、 第三のローマ論と女系の決闘を根拠に、東ローマ帝国の継承権を主張し、カエサルに由来するツァーリを名乗るようになった。やがて19世紀に入ると、欧州諸国の指導者が、ローマ皇帝からの由来なしで、皇帝の称号を名乗るようになっていった。フランスでは、ナポレオン・ボナパルトが、国民投票とローマ教皇からの果敢をもって、フランス人民の皇帝に即位する。 これに続き、神聖ローマ皇帝を事実上世襲していたハプスブルク家は神聖ローマ帝国の終焉と前後してオーストリア皇帝を称するようになった。さらにプロテスタントのホーエンツレイルン家はドイツ統一図書校による衰退を根拠に教皇からの果敢なくドイツ皇帝に即位した。中央ユーラシアでは前愚、下ア汗などの称号が用いられた。 中世モンゴル時代になると汗がなまって藩となった。近世モンゴル時代においては藩の福をという意味合いの本体児という称号も生まれた。サパインカ、マファーラージャ、ラージャディラージャ、シャーハンシャー、ファラオ、ネグサナガストなど、借位とは通常貴族に世襲された称号を意味する。しかし古代中国及びヨーロッパにおいては広大な領土を有する諸公が、 帝国内子王国から反独立的な自治権を獲得していく中で次第に勇者者を君主として独立国となった国も存在する。王の会にあるためプリンス、グランドデューケと呼ばれる。特に現代においては新生ローマ帝国時代に帝国から借位を授けられ大公国内子公国、公国として続いている国もあり、現代においてはルクセンブルク大公国、モナコ公国、 リヒテンシュタイン公国がその例である。なお、継承は殿下である。オスマン帝国内の自治権を有する、部族長であったアミールが支配する国を主張国と称するのも同様で、主張に対する継承も、陛下ではなく殿下である。AB 前田 P21 から22、ありがとうございます。